中古車販売大手ビッグモーターは30日、東京、大阪など全国9店舗の営業を終了すると発表した。近隣店舗に機能を移管し、経営の合理化を進めるという31日で営業を終了する店舗は平井、愛媛、イオンモール河北、石川、天理、奈良、高松空港通り、香川、本庄早稲田、埼玉、青梅、東京、北本、埼玉、 茨城、大阪、佐世保、長崎問題発覚以降、同社は愛知、三重、高知、宮崎の4県でそれぞれ1店舗を統廃合している首都圏などでは今回が初めて国土交通省は24日、同社の全国34店舗の整備工場に対し、道路運送車両法に基づき、10から90日間の事業停止とする行政処分を出した。 主力の中古車販売事業の低迷で資金繰りが悪化している可能性があり店舗の統廃合で合理化を図る以下はネチズンのコメントをまとめたものです倒産しないのが不思議ですもはや需要がないでしょう非常に興味深いですねあれだけ騒ぎになっても営業してる店舗があるんですねビッグモーターのこれからの役目は 今残っている社員の不正発覚前を考慮した当面の給与保障と退職金支払いそして次の就職活動につなげてもらうのが第一優先だと思うこれから復活したところで国民は許さない許してはいけないと思うそして支援を要請している会社が万が一支援をするようなことがあればその会社も信用できなくなるそれくらい重大なことをした 旧統一教会、ビッグモーターはもう社会から必要とされていないからこそ、最後の在り方を真剣に考えてほしいです。これから先、中古車を購入するまたは修理依頼するのに、あえてビッグモーターを利用しようとは誰も思わず、他の業者にすると思う。企業の信頼を失うとは、そういうことだろう。信頼を築く、取り戻す、のに何年何十年もかかるが。 失うのは一瞬である。信頼回復が先か倒産が先か現状は旧店舗閉鎖だがこの先もっと厳しい現実が待っていると思うこのままではゆっくり死んでいくだけだと思います社員に退職金を払えるうちに決断した方が良いかも余力があるうちに社員にはしっかり給料を払いつつ転職先を探す時間をあげてほしい 中古車販売業は借地面積が大きく大きな道路に面しているので家賃もかかる稼げる車検や修理が業務停止になるのはこの業界では命取りましてや保険会社も手を引いているこの状態で9店舗閉鎖程度で終わるはずがなく最も不採算な店舗から閉めていき結局は整理倒産になるのだろう 支援3社が取り沙汰されているが、どこも業務再建のための支援ではなく、解体して同業他社に叩きうる、そのための支援だろう、もはやビッグモーターに明日はない、人の噂も75日みたいな感じで、悪評も時間の経過とともに風化していくことが一般的ではあるが、ビッグモーターが世間に与えた衝撃は時間の経過でなんとかなるものとは思えない。 あえて今ビッグモーターを利用しようと考える人は本当にレアだと思うし閉鎖ドミノはこれからも続くと考えられる顧客の信頼をこれでもかというぐらいに裏切ったわけだから消えゆく運命も妥当うちの近所は普通に営業してるけどおそらく開店休業状態だと思う客の車が出入りしてるの見ないもん 今後ビッグモーターで売り買いしようと思う人なんているのかな今でも営業してるのが不思議